これ。はい、どうぞ。はい、竹内さん、もう多分この状態で画面映ってるんですけど、はい、まあ、今回、明日ですね、火曜日19時から、緊急特番、ちょっと、一緒に組ませていただくんですけども、竹内さんが今、まあ、本当に来店型ですごいビールの味とか、もう、ものすごくこだわって作られてきたものが、お店に人が来なかったらどうしようもない状態、今、ね、なられて、コロナの時に、まあ、博多の飲食店、みんな多分大変な状況になってると思うんですが、今、竹内さん、はい、それをね、どうにかしようと思って、何に取り組まれてるんですか？今、新しく取り組んでるのが、通販と、それからウーバーを使った宅配、テイクアウトですね、テイクアウト事業を始めました。で、通販も、今までの過去の商品に対して、今月末からラーメンも始めたりとか、幅を増やしていく、増やしていくところですね。まあ、皆さんね、簡単じゃないですよね。今までオンライン事業というのは大体、まあ、100% の力のうちどのぐらい、これコロナの前ってどのぐらいオンライン力入れられてたんですか？数値的に言うと、0.01% ぐらい。それ、年商で言うと 0.01% ぐらい。それが今一体どのぐらいの力入れ感じですか？今は月商の、月商で言うと3割が通販です。だからもうすごい変化ですよね。大幅な変化、ものすごい変化。どうですか、スタッフの皆さんとかのこうついていき具合というか。まあ、過去の良くなかった点として、同じ仕事を3人の店長にさせて比較が起こってたんですよ。あ、でも今回は通販で頑張る人、テイクアウトで頑張る人、焼酎の量り売りで頑張る人に3パターンに分かれたんで、比較がなくなったんです。ああ、分業。そう、分業。うんうんうん、で、それぞれの、こう、ステージは変わってきたんで、仕事のレベルがだんだん上がってきました。っていうことは、確かに大変な状況にあるけども、新たな可能性が見つかったという感じでしょうか？うん、そういう感じです。ああ、いや、これね、やっぱ竹内さん、皆さんにぜひですね、60分対談でお伝えしたいのは、はい、飲食店の裏側の話って、まあ、マスコミでもいろいろ、こう、報道はあってますけど、生の声っていうのをですね、ぜひ皆さんに聞いていただきたいなと思って、はい、まあ、竹内さんが実際にそのやられてること、これ業界他にも漏らしても漏らしてというか公表しても大丈夫？大丈夫です。すでに同じように取り組んでる人は各地にいて、今みんなで模索してるんで、お互いのノウハウが公開された方がもっとレベルが高くなって、地産地消型の飲食店としての生き残り方の一つの法則が見つかると思います。これ今回ね、福岡の博多料理、九州中の食材を集めて博多料理を追求されている竹内社長で、はい、これって例えばその広島だったり仙台だったり富山だったり、いろんな地方に同じような動きが、まあ、合ってるとは思うんですけど、またこういった福岡の動きも全国に発信して共有してもらっていいですね、お互いにね。全然いいです。ですよね。そう、かえってむしろそのチェーン店はチェーン店の強み、ローカルやローカルの強みという新しいもう一曲のステージができるかもしれない。うん、竹内さん、実は私も日本プロスピーカー協会のプロスピーカーっていうのをしてるんですけども、その大先輩でも実はあられる方なんですね。だから喋れるんですよ。竹内さんはいろんなノウハウ、これまで蓄積されたノウハウを飲食店業界の方々に、まあ、なんというかな、本当に今どうしようどうしようって困ってる方々にぜひ竹内さんのメッセージを届けてもらいなと思って、ガンガン質問して、ちょっとその60分間で足りないかもしれないんですが、はい、公開させてもらってもいいですかね。もう今大丈夫です、はい、いいということで、はい、竹内さんが今一番その、ね、先ほどちょっと打ち合わせでもちらっと聞きましたけど、改めて竹内さんの心にある志のメッセージを改めて先ほど言われたことを教えていただいていいですか？はい、私自身は親子さんで江戸っ子なんですけども、この博多の地に受け入れてもらってもさや33年なんですね、うん、今世もこちらに移して自分の生き方としてサラリーマン時代の経験もあり、転勤族だったサラリーマン時代の経験もあり、やはりこの博多の地からいろんな人がここで仕事をしたり生活している人のためになることをしていくことが僕の生き方なんだなと思いました。例えば自動車メーカーですと、トヨタや日産の下に万という単位の下請けさんがいらっしゃるじゃないですか。うん、協力業者さんが。
万とは言いませんけど、僕みたいなちっちゃい飲食店でも、その下に100はくだらない協力、末端まで100はくだらない支援先があるんですね。竹下さんもそのお一人ですし、イカを釣ってくる農家さんもそう、漁師さんもそうですし、サバの対馬の漁師さん、それから熊本や宮崎や佐賀や長崎や福岡、大分、各県に散らばっている農家の皆さん、その人たちが作ってくれた野菜の集合体として、まさしくこうメーカーのアッセンブリーのラインのような形で飲食店があるのも事実なんですね。で僕らがダメになると、僕らの下にいる農家の皆さんまでダメになる、うん、業者の皆さんも注文がなくなるという恐ろしい構造になるんで、うん、九州は独立国家になったら世界で第25位から30位ぐらいの GDP を持つ国になるそうです。この島のためにできることをやるのがよそ者の僕の最大の恩返しということを念頭において常に行動してますので、この博多の町のためになることはしますけど、そうならないことはあまり取り組みたいと思わないです。いや、という形でしょう。響きました。確かに竹内さんだけに限らず、竹内さんのところが博多水筒屋という店を今店舗経営されてますけども、それだけじゃない、その博多の飲食の文化でうわーってその下にもう本当に張り巡らされたネットワークの中の一人が私もいちご生産者としているんですけど、たくさんの方々がこの博多飲食の文化、まあそのつながりのあるところが全部ね、つながりダメになっちゃうんで、それこそ竹内さんはいい素材をピックアップしてこうね、集めてあるから、そのいい素材を作る方々の出口がなくなっちゃうということですもんね。そう、今聞いてると。そうです。特に僕の場合はなぜか後継者のいらっしゃる農家さんとか漁業漁師さんが多いんですよ。だからせっかくそこでオーガニックの野菜を作っても、美味しいイチゴを作っても、うまい魚を釣ってきても、後継者がいるのにそこを枯らしたら他の産業行っちゃうじゃないですか。そうなんですよね。離農しちゃうんですよ。やめざるを得なくなっちゃうから、だからこれ竹内さんとこだけがダメになるじゃなくて、もう全体的な流れですもんね。だから一見の影響力はちっちゃいけど、100社同じような外食が潰れてしまったら、やっぱり消えていくわけですよね。まあ飲食店業界とか組合とか、あとはライオンズとか、いろんな活動を実は竹内さんされてるんですけど、もうその会社の垣根を越えて、その業界の垣根を越えて、今竹内さんはこうやっていろんな情報を発信されてたので、ちょっと私もぜひちょっとうちの Facebook ライブに出ていただけませんかということでちょっとお願いした次第です。消費者の皆さんにお伝えしたいのは、こうやって次の時代に新世代のその食の飲食店のあり方っていうのを模索されている経営者さんをぜひ知っていただきたいと。竹内さんだけじゃなく、こうやって今博多の文化を何とかしようっていう方々が、まあ、全国各地で自分の町の文化を何とかしたいっていう方々が動いてますんで、ぜひですね、明日19時からちょっと緊急で特番やりますんで、ぜひご覧いただきたいと思います。竹内さん、ラストにもう一言。明日は例えば極端だしビールの注ぎ方ですとか、ハイボールのおいしいの楽しみ方などもぜひご覧に入れますので、皆さんこぞっておいしい食べ物を目の前に持った状態でですね、楽しめる1時間にしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。いやいいですね。皆さん、明日です、19時からぜひ録画でも YouTube にも残しますんでですね、ぜひご家族でも見ていただけたらと思います。じゃあ、竹内さんどうも短い時間でしたけど、ありがとうございました。また明日よろしくお願いします。はい、じゃあ皆さん失礼します。